どうも、田畑ブラザーズです。兄の吉です。本日もですね、大阪桐蔭裏話をやっていきます。本日皆さんお気づきでしょうか。ヒゲですね。僕がこのヒゲを生やしてるということは、僕のお金が増え続けてるということですので、また剃る時期を皆さんお楽しみにしておいてください。本日はですね、大阪桐蔭対報徳学園の試合、こちらをですね振り返っていきます。皆さん、大阪桐蔭が選抜甲子園当確しました。また寄付金や。これね、嬉しいことなんですよ、自分の母校がね。ただこの大阪桐蔭って、ちょっと出過ぎちゃうんで、まあそんなね、いっぱい寄付してるわけじゃないんでね、その恥ずかしいこと言えないですけど、僕のやっぱ奥さん、また関係ない話しちゃいますけど、全然野球知らないんで、なんていうの、ちょっと被害者というか、だから僕がやっぱり奥さんにね、なんぼか振り込んどいてくれって言うわけじゃないですか。え、またみたいな。どないなってんのみたいなね。なので多分野球知らない奥様を持たれた方はね、結構この辺苦労すると思います。何も言うことなくね、振り込んでくれる奥さんに感謝しております。まあその感謝の気持ちを YouTube で伝えたということでですね、大阪桐蔭が報徳学園を4対3で倒してね、甲子園当確ラインのベスト4に入りました。まあ近畿大会ベスト4ということでね、まあ、一番厳しい戦いになったんじゃないかなとは思うんですが、そちらの方をちょっと解説していきます。僕がこれ実際試合を見たのは、7回からはライブ中継で見させていただきましたので、151キロ右腕のね、森選手。えぐいね。これもちょっとね、触れさせていただくんですけども、まあ冒頭にちょっと何点かね、今回の話のテーマを言わせていただきますと、まずはこの底が見えた試合だったなっていうのが、まず1点です。あと、森選手は藤波選手以上やと思います。こちらの解説を、ちょっと試合の内容を含めながら、やっていきたいなと思います。はい、こちら、田畑ブラザーズ、オーダースーツでございます。今年の秋冬のトレンド、グレーとレッドです。皆さん覚えておいてくださいね。で、こちらの裏地がちょっと派手に遊びまして、そして、グレーとレッドということやったんで、僕は、こちらの裏地、ワインレッドにしました。みんなもね、かっこいいスーツ着て、いろんなとこ行ってください。田畑ブラザーズオーダースーツ、ぜひ、秋冬モデル、検討お願いします。こちら、田畑ブラザーズオーダーユニフォームでございます。ぜひ皆さん、概要欄から LINE 登録して、見積もり発注、よろしくお願いします。まず、大阪桐蔭対報徳の僕の予想した試合展開は、タイブレークの戦いになると思いますと。報徳の選抜投手が、エースナンバーの投手で、こちらは平島投手が投げる。どちらも全く打てない展開になると思いますと言ってました。まあ結果は4対3ということで、タイブレークもならず、僕の予想は外れてしまいました。期待してくれた皆さんすいませんでした。というわけでですね、大阪桐蔭から振り返っていきます。まずこの大阪桐蔭が初回にね、得点できたんですよ、先制点。こちらがね、非常に大きかったなと思います。やっぱり投手戦になることが予想されたので、相手投手のね、出鼻をくじけた。そしてね、2番、3番がヒットを打って、4番が打てず。で、5番が内野安打かなんかでね、1点取ったんですけども、まあまあ1点かって感じでしたけど、まあまあよくね、取ったと思いました。で、まあそこからですね、次4回表に試合が動いてですね、4回表は、本当にこれ鮮やかな攻撃で、ヒット、バント、ヒット、追加点。これが大阪桐蔭でしょっていう、なんかね、まともにはまったような感じでしたね。うん。ただね、やっぱり、俺は、まあ、報徳はね、結果論やと思うんやけど、絶対にエースの子出すべきやったと思うで。やっぱりちょっとね、球質的に打ちやすそうでしたね、今朝丸投手はね。報徳の先発投手は今朝丸投手で、甲子園でも大阪桐蔭と対戦してるね、素晴らしいプロ注目のピッチャーなんですけど、秋の段階で打ちにくいのは、と思うのは僕はエースの子やと思ったんで、ほんで4回裏、これ俺言ったよな、報徳がスクイズで得点します。これね、きっかけが、先頭バッターのフォアボールがきっかけだったんですよね。これがちょっとやっぱり平島投手のね、隙が出たんかなって思ったりもするし、得点した後の回のね、
先頭バッター、多分一番大事だと思うんですけど、これはね、なんていうの、まあ、秋らしいなっていうのと、あとな、スクイズ絶対来るって分かってたよね。そこは、やっぱりね、僕、バッテリーの差が出るって言いましたけども、大阪桐蔭でスクイズ外せみたいなサインをベンチから出さないんで、基本的に、選手たちがこう、まあ、キャッチャーがやな、バッテリーがこう、感づいてとか、俺言ってたもんな、動画で言ってたわ、だから、この、俺、別に、現役の選手でもないし、地方大会から見てたら分かることや。満塁でスクイズするぐらい報徳はスクイズ対応してきますよって。前の動画で言ってたんで。あー、見てないか。有益なチャンネルやねんけどな。で、これスクイズで、追加点されました。まあこれはね、ちょっと非常に痛い。得点取った後やったんで、僕はこの時点で完全に流れは報徳やと思いましたね。もう報徳で勝ったなと思いました、正直。大阪桐蔭のバッティングとか見てても、あ、報徳やわと思って。5回、6回裏、報徳が追加点で同点に追いつきます。そして、7回表、これまた試合動いて、大阪桐蔭が同点から、ラマル選手のレフト前タイムリーヒットで2得点。これね、得点機会が大阪桐蔭3回ありました。初回、4回、7回。見栄え的にはね、先制なんか押しダメ押しと。見栄えはいいかもしれないんですけども、1から4番で作ったチャンスっていうのが2回あるんですよ。もう1から4しか得点できません。なのでこのラマル選手が打つっていうのもほんまに最低条件なんですよ。この今のチーム状況で言うと、1,2,3 めちゃくちゃ強いんで、大阪桐蔭。4で決めるしかないね。5以降弱いから。っていうのがちょっと見えた試合でしたよね。で、次の回に、またね、報徳がやっぱすごい粘り強いんよ。まあ、粘り強いというか、ちょっと大阪桐蔭がピッチャー交代して、俺こっから見たんやけど、左投手の最上級生、学年で言うと2年かな、扱いで言うと3年の年なんですけども、俺は見たことないピッチャーやったんやけど、背番号14かな。まあ、普通に打ちに行くそうやなって、ほんで報徳もね、左バッターばっかりですからね、ほとんど左バッターになっちゃうから、右バッターほぼいてないぐらいで、ツーアウト満塁から押し出しで、得点与えてしまってました。もう負けたと思いましたね。で、あと、報徳からすれば、この回に、絶対に逆転するべきでした。し、逆転できるべきだったんやけども、ほんまに打てへんのよ。ビビるぐらい打てへん。だから今回、報徳も得点が3回ありまして、スクイズ、犠牲フライ、押し出し。打てへんのよね。ほんまに。で、まあ、結果、大阪桐蔭が11安打。ほんで、報徳が4安打。という感じでね。試合が4対3で終わったんですけども、8回、9回とね、大阪桐蔭がピッチャー変わりました。ピッチャーが森投手。で、報徳も8回、9回から、ピッチャー変わりまして、エースの投手が、投げてきました。まあ、牧投手からいこうか。言うたやん。絶対牧投手打たれへんって。見た？キレキレでしょ。うん、まあまあ、見てない人は見てほしいんやけど、多分、俺はほんまに打ちにくいピッチャーと思うんで、なんで選抜せんかったんやろなって。まあまあ、ね、やっぱり池澤投手の方がとか、牧投手は前の試合投げてたからとか、いろいろあったと思うんですけどね。またちょっと、次対戦するときおそらく牧投手投げてくると思うんでね。まあ、それが甲子園でリベンジなのか、また次のシチュエーションのリベンジなのか、ちょっと楽しみにしてます。森投手、言いましょうか。僕はね、やっぱ森投手のこの起用が、おそらくね、大阪桐蔭の底が見えたと。冒頭に言いましたけども、そこ見えたよね。使ってほしくなかったな、正直。まあ、どういう戦い方をしてほしかったっていうと、やっぱり、その、下級生で甲子園を決めてほしくなかったっていう、すごい平島投手も6回まで完璧に投げて、で、7回、その、左ピッチャーのね、僕は見たことないピッチャーが投げてきて、押し出しにしてしまって、上級生が。もう4対3、どっちに転ぶか分からへんやんってなった時に、すべて下級生が尻拭いしたんですよ、この試合。っていうのが僕は大阪桐蔭の今回は、このチームの底が見えたと思ってるんで、去年の方が僕は底が見えてなかったんで、なんかちょっとね、すごいピッチャーが出てきたなというのと同時に僕はちょっと残念な気持ちになっちゃいました。これはまあ秋の時点での評価ですので、また別にね、一冬越えたら変わってくると思うんですけども、秋の底はもう見えましたね。で、まあ、森投手、冒頭にも言いました。藤波越えです。皆さん、映像見てください。いくら報徳が打てへんと言えども、僕見ててね、びっくりしたんが、真ん中しか投げてへんんですよ。
俺ビビったで、マジで。まっすぐを真ん中しか投げてない。ほんまに。いや、まあ、そら、あの、なんかこう、ちょっと散らばってとかあんねんけど、真ん中やね。真ん中にストレート、ほぼ、多分8割ぐらいはストレート投げてました。6アウト中5三振奪って、完璧な火消しということで。いや、ちょっとね、あれは衝撃でしたね。あの、藤浪全然そんなも、あの、まずあの場面から出てたら間違いなくあいつだったら逆転されてたんで、全然藤浪と比べ物にならないぐらい森選手が上です。今メジャーリーガーでね、何億円って稼いでる藤浪、そして春夏連覇を達成した藤浪が結果を残してるのに、こうやって言うの悪いんやけど、あの、余裕で藤浪より上ですよ。みんなどれぐらいの評価の基準なんか分からへんけど、やっぱり実際僕が一緒に藤浪と野球してたんで、一番よく分かります。2イニングの映像を見ただけで分かりました。ここからだから、今のこの1年秋の時点では余裕で藤浪より上なんで、そこからどうやって伸びていくかっていうのはこれからまたね、僕は楽しみにしてるんですけど、今の段階で1年秋で比べたらもう、全然天と地の差ぐらいあります。それだけはこの動画でお伝えしておきたいなと思いまして、今回の動画撮影しました。まあ残念なところでね、いいところ、そして報徳と4対3勝ち切って、選抜をしっかり決めてくれた。はい、ここからね、近畿のベスト4、あの、知ってますよね、皆さん。これで大阪桐蔭負けたらやべえよっていうぐらいのチーム残ったんで、勝ってほしいです。それでは、チャンネル登録とグッドボタン、よろしくお願いします。ありがとうございました。